国際宅配貨物を使ってフィリピンから麻薬を持ち込んだ疑いなどで県警に逮捕された大阪府の男2人について鹿児島税関支所はきのう関税法違反の疑いで鹿児島地検に告発しました大麻取締法違反などの疑いで今月2日までに逮捕されたのは大阪府に住む無職、上田智樹容疑者と建設業 金広良平容疑者です。県警や鹿児島税関支所によりますと、2人は今年8月30日麻薬4.04グラムが入った国際宅配貨物をフィリピンから福岡県の北九州空港に持ち込んだ疑いが持たれています。麻薬入りのカプセル50粒がコーヒー豆の袋に入っているのを税関職員が見つけ、宅配貨物の宛先として。 県内の住所と上田容疑者の名前が記載されていたことから、県警と税関が捜査を進めていました。2人は知人同士で、上田容疑者は違法かもという認識はあったと概ね容疑を認め、金広容疑者は黙秘しているということです。鹿児島税関支所は、昨日付で2人を関税法違反の疑いで鹿児島地検に告発していて、 警察がさらに捜査を進めています。